ゆうすけの場合は左のバンカーの方に打ってなんかもう発想にないよね、ティーショットで選択肢を残して、多く残すっていうのがマネージメントやけど選択肢を減らさないようにプレイしていくっていうのが多分大事では、15番ホール、パー4の298ヤード、はい、ミドルです。ここドライバー禁止みたいです。はい、ここドライバー禁止なんですよ、短いから3番アイアンで、ちょっと低めのかっこいいやつを、はい、ナモティンガ、おしゃれ、おしゃもり、おしゃもり、おしゃもり、ナイス、おしゃもりはやばくない。あ、ちょっと目つち置いてよ。3番ユーティリティでいきます。おい、じゃあおしゃみついきます。おしゃみつ、おしゃみつ、ダサミって言われてダサミズ、ダサミズ、はい、言うてきて変えてない。はい、ステレス原因にしてましたね。なんかテカリがあったからさ、ヘッドにステレス2のもうプラスの三遊にいろいろ変えております。はい、おしゃすけ、おしゃすけこんなことできないんで、とりあえず5番ウッドで、5番ウッド持ってるそうです。5番ウッド、ナイス、ナイショ、おしゃすけです。ポーズがダサいな。おしゃすけですのその一本前に踏み込むランジみたいなやつ。ナイス、はい、おいえ、ナイス、腰割りました。何今の、おいえ、小島よしおや今の。びっくりした、やばい、いやゲストの時絶対やらんぽいや、いや普通に、普通に乗ってこいよ。ゆるいゆるい、ゆるすぎる、ゆるいって。サブちゃんじゃないってこれ、ふいえ、ふいえ、ふいえ、いや、ゆるいチャンネルをお送りしております。おしゃすけ2打目です。ピンまで96ヤード、はい。うわぁ、手前のバンカー怖いな。うん、でも入れるなら右手前のバンカーの方がいい。ってことはちょっと右狙った方がいいってことね、ピンより。ちょっとピッチングします。ピッチングに、あーこれか、レイアップのところ、レイアップね、レイアップしました。コースマネジメント、ナイス、緩んだ。80ちょっとですね、80ちょっと、はい、下薄いんで薄めに入れます。薄めに入れるって言ったのに、でかい、でかいね、でかいです。当たりがきつくなっちゃった、つな、うん、ください、よし、65ヤード58でいきます。おい、ナイス、ナイス、オッケー、危ない危ない、ナイスリカバリーです。よかったんじゃないですか、よかった、なんて。ナイス、では僕も65ヤードユウスケの球に当てれるぐらい、はい、55度でいきます。はい、いや薄くと思ったらトップした、トップしたね、8大丈夫、30ヤード60度でいきます。ゴー、
ナイス。はい、多分ピン間違っただけだと思います。長いバーディーパットですね。左のスライス2つで足らんの4つぐらいいってみよう。曲がるわ。そして速いわ。順目っぽいね。すごい伸びたね。早いね。絶対これ目あるやろ。 あると思う。パパッといきます。はい、順目の下り。あ、やばい、これ、これやばくない？ドン。これやばい。うわ、早い。ストップ。ちょっとずつ遠くなってくる。こっちなってた。転がりは綺麗やけどね。ああ、ダボ。何しよう今日。ああ、そう、ドキス。はい、ボバト。ボバト。あ、惜しい。ナイスボギー、はい、でもいいボギー。ナイスナイス、はい、いいボギーでしたね。ダボがない。マジうまい。ダボ少なくなった。ちょっとビビる。ダボしないゴルフ、うん、ボギーでいいっていう。16番ホールパー3の162ヤードです。143、8番できます。はい、上げてるんであんまスピンを入れずにドーンって球で、はい、外すなら右手前でいきます。手前。うん。これは8番で。うん。8番かなって。左の奥が最悪やけん。はい。左の外すなら手前。で、手前でも左に外したらショートサイドのアプローチが残るから、右手前がベストやけど、バンカーがあるけん、うん、左手前かな。左手前。ミスしても左手前。うん、左手前ね。わかりました。まあこういう景色とかがね、一番なんか。そう。右バンカーある。すごい。うん。バンカーだらけのショートってむずいもんね。8番でいきます。はい、あ、やばい。いや、オッケーオッケー。どこ行った？うん、左のちょっと黒いところの影やね。まあでも左奥はなかったけん、まあいい番手選択やね。避けないかミスは避けた。うん、帯を9番アイアンでいきます。はい、センターからドロー。うわー、いい。アギが乗ったね。ナイス。おはようございます。アプローチみたい。いい感じ。左ピンやん。俺ちょっとこういうの聞きたかったんやけど、うん、左ピンで今みたいに、うん、でセンターっていうか真ん中狙ったが広いやん、うん、で左はなんかこう怖い感じの奥行ったら怖い。あれ真ん中狙いたいけど手前にバンカーがあるけん、うん、だから右手前にバンカーがあるよね、うんうん、みんな大体バンカーダメやと思うあれを嫌がるんやん。で左に行くやん。そうそう、うん、で右上がって右向いて、うん、手前バンカーだから奥しっかり打つと大きく打って捕まりすぎて、うん、ああ左の奥危ないってなるパターンが一番多いよね、うん、バンカーとかハザードを一番避けるんやけど、うんうんうん、別にボギーでは上がれるよね。そうよね。可能性、ボギーの可能性はあるやん、うん、バンカーになる、うん、だから OB になった瞬間ほぼダボ以上になるわけやけん。そうよね。一番避けないかな OB ね、ショートでも。そうよね。で天秤にかけるよね、そういう風に。そうで特にショートは OB の意識がやっぱなくなるんよね、うんうん、そう、それで、なんか避けなくて、そんな避けんでもいいバンカーを避けすぎて OB に消えるとかが多いから、
意外と行っちゃうっていう。そうそう、意外とショートこそ OB 見とった方がいい。やっぱ今のもセンター狙っとった方が安全でいいんじゃないかなって思う。そうそう、俺もよりリスクマネージメント。これ結構ギリやもんね、こう杭移して、うん、OB ギリギリ手前でもいいって意識で打っとったけどここで済んだけど、ね、ピンまで打とうとしてたら、うんうん、行ってたかもしれん。そう、今のはセンター目の方がマネジメント的には。それずらしていい？ちょっとずらします。はい、かかるんで、はい、右側で、右側こっち、58で、58で、まあこれはでもそんな特になんもないし、うん、こういうのは結構シンプルに打った方がいい。逆に、まあ、距離感シンプルに、そう、あんま考えすぎもよくないから。これちょっとゆいかちゃんに教えてもらったアプローチを思い出して、めっちゃ短く持っとう。ゆいかちゃんの教えで、あーうまい、いい入り、うまっ。いや今日バリうまいって。今日はダバ打たないよ。うまい。これはあれやろ、スライスラインやけん、ちゃんと左打った。ちょっと左狙って。いいね、ナイス。バリバリ。チョイスだかな。カップ周りはそんなにない。うまい。え？おっしゃ。結構いい感じだったけど。ナイスタッチ。じゃあバーディーパットいきます。伸びるね、伸びる伸びる伸びる。ここまでないか。パパトです。はい、こういう時ちょっと慎重に、流れ悪くならない。うるいっす、強かった。もし上までカップが来てるタイプなんで、うん、強く打ったらダメっすね。ナイスパー。危ない。こういうパターが一番頭上がりやすいけん、頭上げないように、うん、もうずっとボールがある位置を見とく感じで。そう、素振りはそういったのイメージで。いやー惜しい。ちょっとラインがね、切れるラインやったね。惜しい惜しい。ナイスボギー。とりあえずダボを打たないように。ショートでもやっぱ OB するときがあるもん。ショートでもってか、ショートこそ OB の意識がないから、うん、したときのダメージがでかいと思う。でかい。なんかショートの方が気をつけた方がいいとかじゃなくて、うん、ドライバーとか打つと OB するかもと思って打ってるから、うん、してもまあ受け入れれるよ、うん、だからショートって気にしてないから OB を、もししたときにダメージがでかい、だから立て直せなくなるし、うわーってなっちゃうから、より気をつけてた方が、不意の事故みたいな感じで。ショートでさ、7、8、9とか打つときあるもん。そうそうそう、たまにあるやん。俺もこの前やったけど、うん、かもしれないゴルフで。そうか、それかもしれないゴルフ。絶対 OB になったら打ち直しやん。もうプレフォーとかないやん。そう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 、ショートってバンバン焦るよね。焦る、うん、ショートこそ OB をね、気にして。なんかワンミドル、いやダメだ。ここ禁断の禁断の少女ダメ、刻んで、絶対刻まないから。いや、ちょっとそんなにいらん。誰か、あいつを抑えろ。ここ、258ヤードなんです。ダメだ。やば。行きたくなる。17番ホール。はい。パー4、258ヤード。はい。これはちょっと狙うしかないやろ。え、これは、ワンオンチャレンジのとこ？チャレンジのとこやね。池手前のバンカーの手前までが155。刻むならもう160とかだね。池の向こうのキャリーが超えるのが238。238で超える。これドローで打ったらもう奥のバンカーまで突っ込んでしまうけん。奥のバンカーどころじゃないと思うよ。え、何ヤードって？直線で言ったら262ぐらいしかない。ピンまで。じゃあドライバーで。ドライバーで。ドライバーでいきます。右からフォローなんで左からカットでいきます。はい。はい、カット。
ちょっとカットのイメージはアウトサイドになるね、うん、これはどこ狙い？バンカー、グリーン左端に球出して、はい、スライス、カットになってるからスライスを、やばい、うわダメ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 、お、池越えた、池はさすがにね、うん、あと10ヤード短かったら簡単なんやけど、絶妙な距離や。じゃあちょっとコースガイド右上に出します。これナモタンどうする？本当はよ、もうバンカー手前でいいから、うん、160ぐらい打って、うん、フェアウェイに打てばいいんやけど、まあユウスケの場合は、いや本当にもう絶対させるなら俺は6番やんを持って左のバンカーの方に打ってっていう。じゃあもう6番やんで、はい、うん、がいいと思う。6番やでいいね。6番で左のバンカー、5番じゃっていいよ、うん、5番やったら右行った時にバンカーあの池届くから。で、どっち狙い？左のバンカー狙い。左のバンカーに好きなように。じゃあこのコースでいったらこっちの方ですね。何もマネージメント通りに。うん。6番で。はい。いきます。で、その6番がミスとして左が出るミスが多いんやったらバンカーの手を右に狙ったらいいです。なるほど。オッケー。あ、やばい。あ、だ。多分残ったやろ。なんか傾斜の上にあるかも。うん、ギリ大丈夫。ギリ。六番で。うわ、6番だよ。大。ユウスケ出現。五番だったら言ってたね。で、今のとこさ、むずいのが、ユウスケって持ち球多分ドローやん、うん。左狙うときに景色的に、まあ、左がいかんって思ったら右向くやん、うん、で右向きすぎたらバーンって今みたいに巻きやすいやん、うん、なんかそれがちょっと怖いよ。怖いよね。だけど番手は6にしたら、うんうんうん、6なら飛んでも5の距離までしかいかんけど捕まってんの。ここら辺ここら辺もうちょっとそんなに左行っとくけどそんなに悪くないね、うん、隣のコースほどじゃないし。確かにいつもだったら5番持って、うん、もっと大怪我してたかも。ピンがこっち方面ですね。95ヤード残り。でちょうど木の上が池なんよね、うん、右の木の上が池やけん、ここ多分ちょうどいいと思う。もう右打てないから空いてるところに打つしかないから、うん、池は勝手に避けられてる状態なんや、ね、うん、左足上がりで球が上がりやすくて捕まりやすいから、うん、番手上げてもう6割ぐらいで、はい、何番でいきますか？ピッチングでじゃあ、はい、球上がりすぎないよ、ね、上がりすぎないよ、ね、ここは振りすぎて左に曲がりすぎるっていうミスが一番怖いから。オッケーオッケー、するならそっちの方がいい。うん、フェアウェイの花道残ったなんとか、うん、全然大丈夫、滅します。はい、お願いします。58でいきます。38ヤード、はい、はい、うまい、ナイス、ありがとうございます。80ヤード、55度でいきます。おいっす。でかっ。まあまあ、ナイス。はい、ありがとうございます。これはもう、あの、ノーチャンス。ノーチャンスなんだ。むずいよね、これ。バンカーだけかけても、もう、エッジから足使えんもんね、ほとんど、うん、一応開くけど、うん、うまく打った。いや、うますぎ。これ以上無理やね。もうこれ以上無理やね。いや、うますぎる。ナイス。本当カラーとか狙うんやろけど。ちょっともうディスクが。登りスライス。はい。ナイス、俺のもんや。来たくね、来た来た来た。うわー、止まった。ボイス。ナイスパ。ナイスパ。ラインは見たね。はい。パパッとです一応。うまくない？入った。うわー。
惜しい。ナイス。でもいいよ、ここボギー。短いけど簡単なホールじゃなかったし。じゃあバーディーパットいきます。お願いします。なんか弱いね、今日。では、パーパットいきます。はい。あ、切れない。あー、スリッパボギー。転がりは良かったけど、曲がらないとね。確かに俺の場合、あれドライバーとか5番アイアン持ってたら、もっとミスの幅大きくなってる。そうなので、池入ってたと思うし、うん、で池入ったら池の近くから打たないかんね、うん、そうなった時にまた漏れなく池越えやし、うん、またこうもう一回池のリスクもあるから、なんかもう発想にないよね、ティーショットで6番アイアンって。ない。なんか一番長いアイアンでもさ5番とか持ってしまう。そうそうそう。大体スプーンとかそのクラブでみんな決めるの、ね、じゃなくて打ちたい距離でこう決めていった方が、うん、マネジメントってそういうもんやけんね。まあティーショットでこうリスクがあるホールはマネジメントを、まあ、刻まないけん5番ウッド、うん、で刻むイコール5番ウッドとかなりそうやけど、そうそうそう、で刻むイコール5番アイアンとか、アイアンで一番長いやつとかね、うん、もう6とか7とかでね全然いけるんや。でマネジメント考えるイコール刻むでもないけんね、考えた上でドライバー振った方がいいとこもあるし、うん、なるほどね。そう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 、刻んだ方が難しいとこもある。では、最初ホール18番ホールですね。パー4の401ヤード。はい。景色がいい。うん、ここは多分左の方がダメなのかな。ドライバーマッキーアン左オッケー、右オッケー、大丈夫です。まあまあまあ、転がってきた。よし、じゃあもうドライバーでいきます。い401ヤードなんで、ちょっとフェアウェイ右狙って、リンダー方でいきます。よいしょ、バンカー越えて、越えた、多分行ったと思う。越えたね。ナイス。おい、ナイスです。ではナモマネージメントで、ナモマネージメント、なんかそういう事務所ありそうやね。ナモマネージメント。ナモマネージメント会社。ここはどう、バンカーがキャリーで225、どこのバンカー、右のバンカー、ちょっと右上に地図出します。右の手前のバンカーキャリーで225で、はい、左が242なのね。はい、右は多分超える、はい、距離的には。で右はでも右の方が入ったらダメなんよ、うん、前に木があるから、うん、左は超えんけど入っても前に障害物ないし顎低いから左のバンカーは入っていいから、うん、もう左のバンカーの方に打っていった方がいい、うん、そういう考えで打つんだ。左のバンカーでいいんだ。入ってもいい、あの距離的に超えんから入ると思うんだ。なるほどね。けど顎がない、障害物もなくて花道も使えるから、次トップでも乗っていけるから入ってもいい、うん、右は入るともう多分木かかってくるんよ。で顎もちょっと打ち上げで高そうやから入ったら多分出すだけになっちゃうから。わかりました。左目で。左目で。はい。こういう時ティーグラウンドはどこ？まあ結構広いやん。白。ドローちゃったあの右から行った方がいい。こっちから左狙いに行くと左の OB にドロー打っていく感じになる。ああ、なるほど。こっちだったら、こっちの景色とこっちの景色とこっちの景色。はい。左のバンカーの方に打ちたいけど左のだから OB はダメ、大前、うん、大前提やけど。うん。わかりました。はい。お願いします。左目で。右としても左。こういうのね、右の傾斜あるから右でも大丈夫だと思ってる。ユースキーの距離的には右はダメ、ダメなんだ。右ダメ。オッケー、全然大丈夫。まあまあ、あそこまで行った方が逆にいい。うん、バンカーじゃないし。オッケー、バンカー入らんかったけん、よかったよかった。多分5番アイアンに来るところなん、行きましょう。行きましょう。まあバンカーまでだって225打ったらで、しかも下り入れたらまあ210とか、うん、そんなんで超えるけど、だから別に絶対ダメだ、入れたらダボになるとかじゃないよ、うん、ただなんか左の方がいいよね、確かに。ユースケの距離選択肢を残して多く残すっていうのがマネジメントやけん、うん、右のバンカーに行ったからダメじゃないけど、多分出すっていう選択肢しか残らんくなる。でも右狙うはちょっと違う気がするね、うん、本当に、うん、
左わざわざそっち危ない方を狙わんがいいバンカー入っても狙ってもいいし被弾でもいいしって選択肢が残る、うん、選択肢を減らさないようにプレイしていくっていうのが多分大事その持つクラブが駒じゃないけどさ 1個しか選べないってなるとプレッシャーもかかるし握れんから常に選択ができるよね持ち駒を多くしてねそう将棋みたいにちょうど多分175ぐらいが残ってるから5アイアンで相棒でうんまあこの木方向に出すだけな感じだけど何番で5番で5番かこれもう絶壁やけんさほんとほんと絶壁やけん絶壁だよね、うん、5番でロフトが立つと球上がらんような気するじゃんね球が上がらん今でも持ってきとクラブ何本3本5、6、7の方がいいと思う7の方がいい狙ってないやろだって狙ってない、うん、7の方が球が上がるけんここでパーンって前の壁に当たりそうなんやね5番やと、まあ、左足上がりやけん7でさっとうんさっと7でいきますはいもう木の上通す感じでいいよあんま右向きすぎるとまた巻いてしまったり右にまっすぐ行くそうおーいい感じで抜けた完璧クリスチアーノ・ロナウドのシュートした後のポーズみたいだった今乗ったてよナイス完璧乗ったよし124トールくん124 132ヤードですねピッチングではいピン奥なんで奥に外れないようにお珍しいお大丈夫あーシャンクった大丈夫では124ヤードはい51度でいきますナイスオンよしナイスオンおりょうすいいね、入りがいいね75ぐらいですねはいピッチングいきますお、うまく傾斜使ったって下ってみたいなそうね上りしかまあ見らんでいいと思う上りしか見なくていいうん、うん、右のカートのあの先ぐらいに狙ってんカートの、ね、そうこのカートの超バーディーパットでゴー切れるね切れるねちょっと弱いと ね、うん、パッチだよねあとそうまあまあこれはちょっとまた課題として後半、うん、それからまあラウンド終わった後に練習動画お願いします行こうお願いしますピッチングできますはいあー強く入った早いバーディーパットいきます。はい。あ、やっぱ早っ。こうかってる。マジ？いや。マジで？バーディーパット。やっぱ続きますはいラボチンパパッといきます重いよお届けですよしパパッといきますはいこれ絶対こっからスリッパあるからねあるよね
決めに読んでください。やっぱ早い早い早い。しっかり。弱い。ちょっと待って、やばいやばい。ラブパッド。へい。うまい。基本俺はマネジメントの時は割るにするの。マジマジマジで。かっこよかった。これやばい。こういうリールなんか見たことあるの。外人がバーッと走ってバタンバタンって。